メキシコ千葉州から来られた。もう毎週の航空運賃が大変なんじゃないですか。飛行機乗れない、飛行機が怖くて乗れないんです私。はい、ではよろしくお願いいたします。皆さんこんばんは。ありがとう、ありがとう、ありがとう。先週の金曜日、こちらでちょっと話しましたけども、明日から、香港人の基礎の、埋め立てが始まりそうだということと、先週は暴力排除がいっぱいあって怪我人も出たので、かなり私も動揺していて、何を喋ったのかでも全然覚えてないんですけれども、先週本当はヤンバルの森の話を少しだけさせてもらおうと思ってました。ヤンバルの森は沖縄本島の水がめです。沖縄本島の水の 60% がヤンバルの森の水を使っています。で、大浦湾もそうですけれども、生物多様性ではもう本当に固有種がいつも何千種もある、いっぱいあるようなそういうところです。で、22日から始まると思っていた本工事のための基礎作りの埋め立ては何か選挙を控えて、全部もう海保の巡視船はどっかにいなくなって、海保の黒いゴムボートも陸上に引き上げられて、今海は何もない状態で、ただ1個8000円するオレンジのフロートの V、あれ1個8000円だそうですが、あれが浮いています。で、14日投票が終わったらもう途端に何か始めるかもしれませんけれども、もしかしたら本当に止められるかもしれないところに今来ていて、海を埋め立てて V 字滑走路を作るという計画の陸側の V 字滑走路は仮設桟橋っていう言い方をして、海側にの滑走路は仮設岸壁っていう言い方をまた急に出し始めてるんですけれども、それを本工事の基礎だと言わないで仮設なんとか仮設なんとかっていう言い方をしていて、今とりあえずそれで海の工事は終わって、止まっていますが、キャンプシュワーズのもともとあった建物を壊すアスベストをまき散らす工事を中でやっているようです。で、そのアスベストですけれども、全部で1万トンぐらいアスベストが出る。で、そのうちの4000トンはその V 字滑走路を作る時の基礎に使う、埋め立てに使うって言ってるんですが、残りの 6000を海に投げると言っています。もう許せない、海に投げるって、アスベストの壊したものを沖縄の海に捨てようとして、それはもう警戒線をもう制限区域を決められているので、そこに入ったら警督法で逮捕されるかもしれないし、また怪我人が出るかもしれないし、そういう状況で12月の投票が終わったら途端にまた始まるかもしれませんけれども、その辺を皆さんもぜひ注意して見ていてください。キャンプシュワブの中に川があるんですけれども、その川をアンテにして、暗くなったところに照明をつけると言っていますが、その暗渠のメーターも長さも例えば最初の工事の暗渠の長さの4倍以
新たな申請書を出しています。10センチの4倍は40センチですけれども、もともとの最初の工事の申請は240メーターだったので、でその4倍以上の1022メーター、1キロ以上が暗渠で埋められるっていう、あの光が入らない状態にするっていうことで、そういうことについてあと3つあるんですけれども、それらをあの元々の申請書とあまりにも整合性がないということで、細かくここがおかしいっていうことの質問書みたいなのを作ることに、これから作って提出することになり、そうすると現在の中井町事の任期にはそれが間に合わない。ここがポイントです。小長知事 の12月10日以降でないとその質問の答えも出てこない、そういう状況に今あります。で、あさってのデモは選挙の前でもありますので、そういうアピールも必要かと思いますが、一応、4つのスローガンを決めました。辺野古の新基地を止める、それと高江のオスプレイパッドを作るな、それとオスプレイは撤去、辺野古のもし基地ができたら100機もオスプレイが置ける状態になります。でもう一つはこれは前から言われていた天満を今すぐ無条件で沖縄に返せ、この4つがスローガンです。ぜひ11月30日あさっての2時から集会、3時からデモなので、ぜひ皆さん参加してください。お願いします。新宿のアルタ前です。はい、よろしくお願いします。ドラムの方もぜひ来られたらお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。